こんにちは、ボーカリストのリコです。今日は私のファーストアルバムオープニングについてゲストをお招きしてお話ししていこうと思います。この方です。いつもお世話になってます作編曲家の瀬野一郎さんです。瀬野です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよですね。ねえ、初めて曲を作ってもらったのが4年半前ぐらいなんですよ。そうですね、はい、なんか感慨深いですね。公演のイベント用のやつで書いたのがその4年半前とか、うん、そう、うん、あの時まだ出会ったばっかりだったし、僕もまだあんまり経験が歌物とかはなくてですね、なんでまあちょっといろいろ試行錯誤しながらやってて、まあ懐かしいような気持ちです。人前が苦手すぎてもう緊張した記憶しかない。でも人前で歌とか、歌自体はいつからやってたんですか？高校生の頃から、ちっちゃい時から歌自体は好きだったんだけど、活動としてやってたのは、なんか歌ってみたの動画とかを作って投稿してたのが高校生ぐらい。確かに言ってましたね、うん、当時そのオーディションとかいっぱい受けてたりとかしてたのがそのぐらい、はい、そこからはしばらくはやってなかった。まあ高校卒業したら辞めるんだろうなって思ってた演劇をなんか続けていて、これなんだろう、演劇をしっかりやってる人には失礼に聞こえたらあれなんですけど、結構私なんとなく続けちゃったなっていう人で、でもそしたらいろんな出会いがあっていろんなつながりが増えて、ちょっと歌に向き合う時間がうまく取れなくなっちゃった。ちょうど僕それぐらいでお会いしたぐらいの、そう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 、はい、確かにめちゃめちゃバタバタしてたから、うん、それは時間取れないなと、なんかでそんな合間にだからあれですね、トリクロマシーとかミニアルバムやってたんだから、もうとんでもないですね。いやすっごいバタバタしてたんだけど、私がやりたいのは演劇じゃなくて歌だったんです、まあやっぱそこだと、歌が好きだからやりたかった。でまあ、一郎さんとかにもあって、そういうつながりができたから、じゃあやりたいっていうね。どうですか？楽しかったですか？楽しかったですね。PV は見ます？当時の PV あげますよ。はい、見てみましょう。トリクロマシ。立ち位置というか立ち振る舞い方というかそういうのが見えてきたんだけど、いやだから私は歌がやりたいんですっていう気持ちが強い中で、一郎さんとかケンちゃんとかと出会って、まあでもそれで今こうやって歌やってるんだから、なんか演劇そんなにやるつもりがなかったって言ったけど、まあ何でもやってみるものですよねっていう感じだよな。なんかどうしてもやりたかったみたいな、やりたっていう気持ちがめっちゃ出てるのがトリクロだよねって感じ。なんかそういう初期衝動みたいなのは、まあ、トリクロマシー特にね、
そういう突発的に生まれた企画でもあったので、まあ、大事にしたいなという。で、まあ、僕としてもね、フィールっていう曲書いたので、うん、まあ、初めて作詞したり、言葉を使ってっていう、まあ、そういう初期衝動というか、初めてやるっていうプログラムも一緒に入れて、なんか結果としてとてもいい作品ができたんじゃないかなと思います。なんか、面白いつながりがあったじゃないですか。リジー。そう、です。はい、まだデモの状態の段階の今話に出たティールを大阪のムエムっていう劇団の主催をやってるヘムヘムさんがぜひって言ってくれて、うん、そうですね、主題歌のお話をね、そうそういただけて、あれすごい嬉しかったですね。ね、いや、つながるんだなって。本当にね、なんかそんなことあるんですねっていう、っていう、なんか驚きとワクワクとみたいなね。いや、ワクワクしましたね。でもやっぱティールのまんまだと作品に合わせて歌詞とかを書いたわけじゃなかったから、やっぱりちょっとしたズレがあるよねって話をしてたじゃない。そうですね。それでそのティールを、じゃあ歌詞を作品に合わせて変更しようとか、あの、でもヘムヘムさんがすごく気に入ってくれた曲だからメロディーは残そう、でもアレンジをちょっと作品に合わせて書いてみようみたいな。そうですね、面白い取り組みだったよね、あれも。ちょっと作品自体がスティムパンク寄りだったんで、うんうん、まあ、そういう意識したりとか、ね、っていうところでいろいろやりましたね、うん、なんかすごい貴重な経験になりました ね。なんか劇中でも、もうフルコーラスまるっと使っていただくみたいな、ね、すごい大切なというか丁寧に扱ってもらえて、で、またこれミニライブもやらせていただいたりね、貴重な経験できましたね。めっちゃ緊張してそうですけど。いや、だって緊張するでしょ。まずさ、私名古屋で活動してるじゃないですか。はい。ね、メイムの声をやるの大阪じゃないですか。そうですね。誰やねんこいつでしょ、だって。リコイン大阪ですからね。そうそうそう。いやー、映像見たくないですか。あるみたいなんで。ありますよ。見ます。リディールのライブ映像、こちらです。こちらです。全然そんな感じしないけど、かなり緊張する人っすね。
さあ、本当にそうなんだよね、はい、もう舞台に堂々と立てる人がすごいね。むしろ、うん、あなたが標準。そう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 、性格なのかもしれないんだけど、なんか舞台に立った以上、なんかこう皆様の期待に応えなければいけないみたいな無駄なさ、こうさ、あんだけ高校と照らされてね、そう、演出もついて、そう、責任感が湧いてきちゃうっていうかさ、なんかね、まあ、らしいといえばらしいですけど、ね、一生懸命やったり、なんかその、まあ、ちゃんと対応してくれるっていうね、一人一人と向き合いになって、この期待に応えられるのだろうか、みんなが思っていることをちゃんと成し遂げるためにはどうしたらいいのかみたいなことをくる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 って考えちゃうから、なんか多分ね、自分が好きなようにやればいいんだけど、分かってるんだけど、まあ、そう、気にしますか、気にします、それで歌わせてくださいあの、私の歌に合わせて役者さんとかダンサーの方とかが舞台でパフォーマンスしてくれたらいいと。で、私はあの舞台の袖からすごいパフォーマンスだなって思いながら、みんなが見えないところで歌うか。あなたのライブでそれやると結構面白いことになるけどいや、まあそんだけ向き合おうとか考えてるのと、まあ表裏一体ですけど、まあそういう人だから、まあ一緒にやってると、まあいろいろ見えるものが多くて、それはそれでまあ励みになったり刺激になったりして、僕は楽しいんですけど、その CCC っていう、まあ僕のさっき言ったピールっていう作品で、あの書いた歌詞とか曲とかを元にして作った舞台作品っぽい音楽ライブみたいなやつやった時も、まあ出てもらいましたけど、歌ってもらいましたけど、やっぱりいろいろ意見もらったりね、こうしたらもっといいんじゃないかって、まあ結構いろいろ教えてくれたりしました。わからんという感じ、わからんばかり。まあやっぱり、いっぱい歌ってもらいましたね。なんでまあそういうところはやっぱり、まあいいところじゃないか。緊張してますけど。なんかね、改めて言われると照れますね。照れます。いや、お世話になっております。いろいろすみませんと、いつもありがとうございますというところでね。いやついに作ってしまったんだよ、ボーカルブース。いやでもこれはちょっと僕も使わせていただきましたけど、レコーディング、そのオープニングね、うん、いやとても良い仕上がりですね。やったー、オープニング作ろうっていうのは結構早い段階で決意したじゃないですか。でいざよしやるぞってなった瞬間に音楽スタジオが閉じたじゃないですか。まあ頓挫するとかどうなのか、おやおやってなってた。そう、あの曲を作ってやるぞってなっても撮る場所がないっていう状態になってしまって、まあ今現在でも影響がいろいろ出てるじゃないですか。そうですね、やっぱりなんかいつやれるようになるのかもわからないみたいな、そんな状況に陥った
たんですよ。はい、でなったらなんかもう焦るじゃないですか。このままじゃアルバムせっかく作るって決めたのに作れないってなったら猫、ね、だけだよね。おもかじいっぱいって感じ。いやでもそういうね、問題とかぶつかった時にね、すぐパッと動けるっていうのはやっぱりなかなかできることじゃないね。そういうとこあるよね。いやレコーディングもかなりすごいスピードでやってますし、これね、1ヶ月で何曲？アルバムでオープニング10曲です。オープニング10曲です。で他でちょっと今1、2曲12曲、何年か12曲か、はい、1ヶ月で12曲だって、すごいね。全部やりました。全部やったね。いやでも1ヶ月ですか、ね、曲本当覚えるの早いからね。覚えるの早くてよかった。いや怒涛でしたね。怒涛でした、ね、よく取り切りましたね。いや取り切りました。サビに関してはまあメリハリ効くと思うし、いい感じで切実になっていくと思うのでやってみましょう。はい、なあ感覚感じです。 もうちょっとだけ自分の回収を上げれますか。上げれます。ちょっと上げますね。はい、ちょっと上げました。ありがとうございます。もう一回で休憩しましょうかね。はい、お疲れ様です。休憩で、はい、じゃあ行きましょう。なあ感覚伝わらないのならきっと飲み込んでしまいたいだけど特にモニターで繋いでるとかもしてなかったんで、やっぱ顔が見えないっていうのは、いろいろ、どうなら、まあ、些細なコミュニケーションが取りづらいとか、やっぱその辺もあったの。特に最初はいろいろぶつかったり、ぶち当たったりした壁が大きくて、まあでもだんだん、まあ、その中でのやり方が見つけるようになってきたかなっていう印象があります。それとはね、もちろんこの感じでとても良かったんで、完成が楽しみ。リコさん的にはどうでしたか、ね、振り返って今までとは違う時間の制約っていうか、ある意味こうかけられる時間が長くあるじゃないですか。借りてるスタジオじゃない分、借りてる時間がこんだけでその間にやりきらなきゃいけないからみたいな制約はなかったけど、もう自分のアルバムをやってるわけだから、やりきれなかったらどうなるかって発売を延期するだけであってみたいな。そうですね、やれなくっても誰も咎めないけど、
やれなかったら全部自分に返ってくるみたいな。やっぱり今まではこう誰か依頼してくれる人がいてボーカルを担当してっていう、まあ、取り込むしは違うけど、なんかそうやってやる歌の機会が多かったじゃないですか。依頼にきちんと応えるっていう責任感があるけど、全くなんか感じが違う。で、私も私の作品だからっていうのがあって、いつもよりももっとこういう風とかああいう風にしたいとか、こういうのがいいと思うとかっていうのがすごい出てきたなっていう思うかな。だから、まあ、そこは僕のコミュニケーションって思いますね。そんな感じでしたかね。そうですね、うん、あとは10曲やっぱ全然違う曲が担ったじゃないですか。多様性のある、うん、だけどそれをすごい短期間で撮るっていう風だったから、なんか自分の引き出しをなんかもうこじ開けっていう作業だったかな、オープニングね。どうです、まあ結構シンプルなタイトルっていう、いろんな思いはあるけど、なんか最初オープニングになったのが、なんかこんな曲とかを入れたいみたいなのをなんか最初に出したじゃないですか、うん、曲調のイメージの、そうそう、私が歌詞を書き溜めてて、歌詞に対してなんかこういう曲がいいと、こんな感じの曲がいいと思うんだよねみたいなのを出していってってのを10曲分やったら、なんかいろんなタイプのアニメの主題歌とかみたいな曲調が増えたなって思ったのがきっかけ。なんで多く、うん、まあ言葉がひらめいたきっかけ。もちろんなんかレコーディングとかいろんなのなんか経て変わってきたけど、そう、あの別にオープニングっぽくねえなって曲も出てきたし、あれでオープニングされると困るアニメがあるでしょう、ね、そうそう、なんだけどきっかけはそれだったけど、なんかこう例えばアニメとか映画とか見るときのオープニング見る時のなんかワクワクした感じとか、あ何か始まるんだなっていう感じは楽しくないですか。その楽しみにしたアニメのオープニングが始まったっていう、あの待ってました、待ってましたみたいな、ありますね。そう、そういうなんかそういうのっていいなって思っていて、そういう感じと、あの私がなんか、まあ、さっきもちょっと言ったけど、今までこう誰かに依頼されてとか、この作品に合わせてとかそういうのではなく、こう自分の中から作り出す。だから多分今まで やってたことって結構1を10とか100にしていく、元あるもの、そう、なんか元になる作品があったりとか、それがあるから、それをより良くするためのために自分の力を使うっていう、そういう感じだったと思うんですよ。そうですね。でもオープニングで やりたかったことってか、 やってみないといけないなって思ってて、私が自分の中で0から1を作ることをやってみておかないとなんかいけないんじゃないかなって漠然と思っていて、だからある意味なんかボーカリストリコとしてのスタートを、まあ、あのトリクルマシーとかもっと前にやったジョージとかそういうのがあるけど、なんかずっとなんとなく一回も自分、これは自分のものですって言い切れるものを作ってこなかったなと思って、そういうのをやりたかったっていうのがオープニング、言うなれば0を1に、うん、自分のスタートみたいな。あとはこれはなんか後から思ったことなんだけど、オープニング曲みたいな感じのスタートするっていう意味合いで作り始めたけど、そんな、なそこに今このコロナ禍でこう、自粛とかね、そうどんどん
世界が閉じていく、クローズしていくっていうのを感じてて、なんかそれは悪いこととはでも実はあまり思ってなくて、なんか心をどんどん閉じて閉じて閉じてって心までなっていっちゃってるみたいな、なんか自粛するしていくこと自体はいろんな人がいろんな人を思いやっての行動だったりとかするから、それ自体はなんか叱るべきかなって思う気持ちがあるけど、でも気持ちまでどんどん閉ざしていっちゃうのはやっぱ私はしたくないなって思って、こういう時だから体は外に出ていけないけど気持ちは外に向きたいなって思って、だからクローズじゃなくてオープンしたいっていうか、そのオープンって意味がもうきっと湧いなんか後からだけど湧いてきたなって、だしなんかまあ作りながら、まあ、僕もオープニングの意味とか方向とかいろいろ考えてましたけど、だから、まあ、書いてる歌詞の内容もね、そのこのご時世、まあいろいろ思うの思ってる中でね、やっぱ言葉が切っ先が鋭くなっていってみたいな、それに対してじゃあそれってみたいな歌詞とかもあったりとか、うん、結構その今のまあそのもともとはまあ今言ってたようになんかオープニング曲集みたいな曲のアルバムになるかもねみたいなのもあったと思うんですけど、うん、結構このなんか時代の流れを組んでる言葉が詰まった歌になってるなっていうのは思います。なんかだから割と後付けの意味合いが僕は割と、まあ、僕は僕の中でなんかそういう意味合いも多分付与されていくんだろうなって結構なんか思いましたね。いろいろ話してきましたけど、はい、オープニング、はい、今絶賛あのレコーディングが終わりましたので、はい、僕のね課題が、ええ、まあ私もねデザインとかするからあれだけど、まだここから、はい、第2ステップって感じですけど、はい、はい、で3整理制作中でございます、秋ぐらい10月ぐらいを目指して発売予定ですのでぜひ注目していただけたらと思います。続報をお待ちください。お待ちください。ではでは、はい、そのぐらいで締めていこうかと思います。はい、じゃあここまで見ていただいてありがとうございました。ぜひオープニング楽しみにしててください。またねー。また。